川本先生が亡くなられたそうです。お通夜は明日、お葬式は明後日になります。みんなには明後日のお葬式に出席してもらいます。しーちゃん、なんで先生。連絡は以上です。それぞれ教室に戻ってください。ヤチ。あ、はい。ヤチには美術部代表としてお葬式で弔辞読んでもらうわ。はい。国語の先生に添削してもらうから、明日までに帰ってきてもらえる？原稿用紙2枚分くらいで。はい、わかりました。いや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 、なんや弔辞って。嘘やろ先生、急すぎるわ。だってわけわからんや。ずっと姿見てないし、突然死んだって言われてもそんな気一つもしてないし。はあ、なんで最後の作品の写真送らなかったんだろう。何をお礼卒業式まで撮っといたんだろう。バカすぎ。そのこと書くか。これさ、誰が聞くん。先生いないのにこんなん書いてどうなるん。私、先生にありがとう言えんかった。あら、誰倒れてるの。なっちゃん。ヤチさん、大丈夫？あ、お邪魔してます。びっくりしたわね、突然のことで。本当に。川本先生退院してたし、復帰のことも聞いてたので。退院後の免疫力が下がってる時に別の病気にかかっちゃったんだって。持ち直せなくてそのまま。はあ、そんなことあるんですね。昨日うちで京子がまあ泣いて泣いて。京子たちは川本先生と数ヶ月しかいなかったのに、あんなだったから、八千さんたちどれほど辛いかと思ってね。はあ、京子ちゃん、そうやったんや。弔辞の添削が返ってきた。はい、これ、確認して。伝えたいこととずれてるなら言って。この人は声量を調節できんのか。ありがとうございます。伝えたいことも何も。あ、ここニュアンス変わってるな。結構大事なとこやけど、そういう意味で書いたんじゃないんだけどな。大丈夫です。本当に？こんなん直したって。はい、問題ないです。ありがとうございます。伝えたい人がおらん。そう。失礼しました。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。